え？無事か？いや、お前、体の一部持ってかれるだけだったらいいけど。わかったぞ。このメガリスは、思念を実体化するんだ。俺は世界最高のリガー、タイクーン・ウィリアムだ。やめろ、アニマを食われるぞ。マジか！待て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 。エッグに取り憑かれてない？めちゃくちゃ強そうなんですけど。エネミーサイド、ちょっと待て待て待て。メガリスビースト、ボス戦か。今の我々の懸念点は、え、しかもしまった3人しかいねえ。パーティー組み直してくるべきだったわ。しかもこれ持ち逃げないの、え、私の今のクベルは？は？持ち逃げ。待て待て、最悪なんですけど。とりあえずやる。懸念点はウィルが大体ワンパンしてきちゃったから、ウィル以外が一切育成されていないところかな。うわー、3人か。うわ、しかもそれ手前落ちないのか。なめたー。ただ敵の火力はそこまででもなし。いやー、3人なのがきちい。ブッシュファイヤー。ほらー、ウィルトの火力差が10倍くらいない。ただこれで落としきる。待って待って、HP 回復とかしといた方がよかった。待って待って。さすがに、でもそんな食らってないよね。いや、まだ回復は温存するか。長期戦になる可能性あるもんな。問題は、JP とか技ポイントが切れた後かもしれん。雑魚落とし。そしたら削岩とかに変えていこう。いやー、ラベル弱えなー。問題は本当にこれ持ち逃げダイナミックされてる可能性あんな。雑魚か。したらもうファイアストームラスト一発、ワンチャン出るべと。ファイアストームの方がボスにダメージ入るから、ザコ呼ぶんだったらザコ虫も全然あるな。次のターン回復してもよし。メガリスさん、これ何？花？すげえかっこいいかと思ったけど、なんかちょっとダサいのかもしれんな。で、敵2体になった。え、 LP 消費してファイアストーム打つは全然あるよ。200回復しないでラベールは回復しておっか。これ200回復せんで、ファイアストームをライフで打って、生命の水を、ウィルに。回復しないかな、あんまり。今のうちに撤退？なんだ、イベント戦でした。で、脱出。持ち逃げ。持ち逃げされたんだけど！最悪だ！本当に持ち逃げされた？ちなみに戻ることはできないか。
わあ、許すマジ。でも気になるな。何それ。これもしかして追ってくるのを負けっていう、あれ退却イベント。待て、 FF8 でやったよこれ多分。いやでもダメージ与えないといけないのかな。本気出すべきなのかな。ずっと防御してたら何ターン目かに撤退してくれんのか。いや分からんから一応ダメージ与えとくか。一生終わらないんだけど、もしかしてこれ自分で退却せよってこと？もしかして。私、すげえ頑張って戦ってたけど、そっか、逃げろって言ってたもんね。そういうことか！しかもパーティー欲しい。ちょっと待って、近く連打。よー、場所変わったし。で、今のうちに、女の子補充して、うわー、そしたら槍持ち逃げされたのめちゃくちゃ痛いだろう。コーデリア今肌、いや待て、コーデリア今裸か。ちょっと装備めんどくさいから、この肩ハゲの髪型変な、怪しいやつ入れる。まあ仕方ねえ。あ、終わり？終わってない。いや撤退ね。オッケー。音楽変わってない。まさかこれ決着つけるパターンか。あれ、これ決着つけるパターンの可能性出てきました。うわー、雑魚も強い。これ決着戦か。ファイアストーム、待て、一応大丈夫だとは思うけど、一旦 HP 確認しとく。もうわずかに減ってるけど、ほとんど減ってないから無視で OK。 ファイアストーム、一旦ここは本体殴っていく。いやー、これ置き回復だったか。手前のドラゴン強いもんね。いやでも散ってくれた。ラベール置き回復でいいな。でここで HP の回復で、ウィルは LP。 いやでもここでウィル回復しないのナメプかな。タイラー回復しておき、まあ、ウィル以外は LP 使って行動することもないと思うから、14ターンもやらんだろう。一応回復しておこう。過信防御林、過信しない。でここでラベールが生命の水を置き回復しておいて、待って、一生のなってんな。ハンマーヘッドの、よっしゃ、横断。いやー、ザコ落ちきらないか。ただ置き回復が完璧にはまる。ラベル42だったら回復しなくてもいいな。この回復パーフェクト。しかも195でかい。
で、まだ JP でファイアストームが打てる。で、JP あるうちは置き回復しておきながら、いやー、ウィルム層だな。ファイアストームを継承した、一回封印してから継承したっていうのもマジでファインプレイ。さすがにボス HP が高え。で、雑魚呼ぶ。で、こっから LP 消費ね。だからなるべくウィルには置き回復でどうにかしたい。オッケーオッケー、ウィルに攻撃が来てんのはむしろ多いし、ラベールも回復するか次のターンで、置き回復でウィルマックス。え、これ兄のさ、ウィリアムがタイクーンウィリアムになりたいって願ったものが実現して、まさかウィリアム違いのウィリアムナイツがタイクーンウィリアムナイツになるの？え、そんなお笑いみたいなパターンある？ギャルのパンティーが欲しいみたいになってないか。あ、違う違う、 HP 回復しようって言ったんだ。で、ラベールの HP を一応、まあ200だしな、回復しておいて、で、ファイアストームライフで打ち、置き生命があと2回。一応ファイアストーム横断を登録してるから出るはずなんだけど、連携しないな。雑魚呼ぶ。いやー、 LP 足りなくなって負ける。ある、ラスト置き回復。ここで倒したい、頼む。どんだけ強えのよ。わ、でも攻撃パターン変わった。 HP これで半分とか。わ、まずい、ウィル死ぬ。いや、ウィルには置き回復が、 LP 消費しても置き回復っていうのは十分ある。敵の HP を考えた時に、ウィルは LP 回復したくないんだよな。ラベールだけ LP 回復入れて、で、ラベール LP 使って置き回復するか。あ、まだ打てる。いやな、状態異常が効くパターンがあったか。オッケーオッケー、置き回復が置いてあるウィルに来る分にはオッケー。パトリック一応次回復置くか、回復するか LP で。あれ、退却するが来たな。この戦いも結局退却するバトルなのか。え、でもなんか倒せそうな気もするんだけど、 HP の回復でパトリック入れてから、
あと LP9 あるから8回は打てる。いやでもここで無理しない方がいいか。まだ撤退のイベントが続いてるとしたらもう一戦あるかもしれんか。今のうちに撤退。そしてまだ追ってくるか。お、モーゼの橋が、氷の橋が、兄さん諦めろよラベル。アニマを食われたらもう兄さんじゃない。うん、あれ兄さんよ。だって兄さん泳げなかったもの。兄さん、え？兄さん泳げなかったから来れなかったの？そういうこと？兄さんじゃん。兄さん。だい、嘘。前回のギュスターブあんな感動的でさ、めちゃくちゃ泣いたのよ。めちゃくちゃ泣いたのよ。え、ウィル編のオチは兄さんは泳げなかったからこっち来れなかった。嘘でしょ？いやー、でも持ち逃げダイナミックされてアニマ教の噂、新アニマ教とエッグの噂を耳にしたビルは藩の廃墟へ向かう。やっと来た、ギュスターブとの、あ、鉱山が追加されてる。藩の遺跡、ギュスターブ藩の場建築してますよ。やっとウィルとギュスターブが会うのか。ウィル編、ギュスターブ編、交差していきますよ。ウィルは、スベルドルフの鉱山で新しい鉱脈を受け負う仕事を受け負ったのだが、これなんか 前もやんなかった？あれ？また？え、なんかいっぱいある。え、ヨハン！え、毒のヨハンじゃん！暗殺集団、赤いサソリ、え、バイスランド。ちょ、待って。死ぬほどいっぱいある。待って、え、マッチもいけるようになってんだけど。待って。え、全部いけるやん。まあでも一応マッチ消えるかもしれんから先にマッチから行った方がいいかな。これ結構さ、順番ミスると見れないイベントとかもあるらしいんよ。まあそこは初見だから仕方ないか。ちょっと次回何やるかは考えていこうかなというふうに思います。では今回はここまでにしましょう。皆さんご視聴いただきありがとうございました。